知りたかったら。これね、お酒飲むともうすごい眠たくなっちゃう。どうしよう。もう一本飲んでみる、うん、お酒飲んでね、あのテンションが上がらないんだよ。多分これ体質かな。飲む？アミちゃんとこ行こうかな。アミちゃんとこもう一本飲むか。乾杯。2本目もらうわ。記憶なくしたことない。吐いたこととかあるよ、無理して飲んで。ケピありがとう。あ、みーちゃんありがとね。コメントが固まってる。みんなありがとうね、かまってくれて、うん、来たよ、いらっしゃい。どのくらい？いつも生2杯とかだから、缶ビールも2杯ぐらい、2杯ぐらいかな。つまらない配信、こちらこそありがとうね、来てくれて。俺の魅力だけで、俺が面白かったら魅力はあるからもっと人気出るんだろうけどね、うん、俺はやっぱカリスマ性でしか人呼んでないからやっぱ厳しいよね、どうしても。タイトルが虚しいから、これは決意表明なんで。吐いた唾は飲まないよ、言ったからには彼女作らないから。これは強い俺の決意がこもってる、うん、決意が。隣の部屋で寝てる人、ペット、配信終わるまで待たせてる。配信終わったら楽しむよ、うん、ペット、配信終わらせたらここでしゃぶらしてやろうかな、うん、
ルームツアー、最近ファンタスティックもらってないからファンタでしてあげるけど、まあいてもいなくても俺の自由だしね。彼女はなし、ペットはありだよ。ペットはありです。常に女の尻を追っかけてる。最近見てみろ、あんなリンとかね、しょうもない女の女とコラボして自分の価値下げてると思わないか。やめようよそういうの、安売りするの。なんか困ってる、そんなにドーンと腰を据えとけばみんな来てくれて別に普通に配信やれるのに、なんで安売りするんだよ。なんでゼロワンブランドその安売りするんだ。やめようよ、ちゃんとやろうよ。女と絡むのはいいけど、せめてゼロリスにしないと。どこの女かよくわからんようなやつと絡んだってメリットがない。もう女配信者とは絡みません、一切。絡まないよ、もうリスナーとしか絡まない。アーヤン抱いた時点でいいじゃん、リスナーは。何がいけないの。やんのかお前、おいなり。あ、ありがとうね、サンタクロース。電話出ろよ、森江。逃げてんのか？電話切りやがって。ブロックして配送ですか？森さんよ。電話ぐらい出てくださいよ。帝王さん。喧嘩する気はありまへん。あんたにちょっと言いたいことがありまんねん。なんで電話出ないの。金梅さんもやらない、予算も忘年会やらなかったら閉まるとこ閉まらんやんけ。あんたが忘年会やらないで誰がやるんだよ。閉めるとこ閉めろや、ドアホー。俺はね自分の忘年会に呼ぼうなんて思ってないですよ。予算の顔を立てて予算に企画をやってくださいって誘ったの。あんたがやらんで誰がやるの。誰、あんたがやらないでどう閉まるの。充電溜まったら教えて。どう閉まるの。ふわっちの伝統なんだよ。よっさんと金梅さんがやって、その日は
ふわっちはね、忘年会一色で染まるの。それで1年終わるんだよ。その伝統も大事にせず、リスナーのね、アンケートなんて決めるなんて、男が去るわ。ふわっち歴みんな何年？毎年の恒例行事じゃん。金梅さんは体調も悪いし、しょうがないにしても、予算はまだまだ元気なんだから。ここは、ね、みんなで集まって、予算を立てて、一年終わろうよ。違う？おかしい？まあ、おかしなこと言ってるかな。電話出ろよ、森。ビールおいしい。ちょっと、美味しくなってきた。なんで電話出ないの？予算政治の話してる？そんなのヘイト向けだって意味ないでしょ。うん、ヘイト向けて政治のアンチを取り込もうなんてくだらないんだよ。逃げるの？電話出ないの？逃げるのよさ。配送ですか？エマちゃんに振られ、エマちゃんの悪口言って、ほんと惨めだよ。